まあね、とにかく戦う相手は自分ですよ。自分のとにかく戦う相手は自分。なんだっけ、これなんか歌がありましたよね。あ、栗木さんのなんか YouTube であったな。戦う相手は自分。あー、すごい言うてたですよね、これ。ほんとそうですよ。これね、まあ今私ビデオ撮ってますけどね。ビデオ撮ってなくてもね、例えば私がここでサボったらね、私は見てるんですよね。誰も見てないんですけどね。私が見ている。自分が見てるんですよ。で、自分に嘘をつくっていうのが一番いけないですよね。誰が見てなくても自分は見てる、知ってるからね。ここで諦めたなとかね、それが一番いけないですよね。もう誰に何と言われるといいんですよね。あいつは何にもできねえとかね、あいつはよくわかんねえとか、そんなことどうだっていいんですよね。でもね、自分ですよ。自分はもう本当生きてきてからこれからもね、ずっと付き合っていきますけど、もうずっと付き合っていくわけですよ。するとね、どこでもね、わかるんですよ。まあ、自分はね、あの時諦めたよな、あの時俺できなかったとかね。やっぱりね、だから戦う相手は自分ですよ。だからちょっとモヤモヤするんですよね。だから本当に、まあ多分ですね、大抵そうです、皆さん。結構なんていうのかな、いろいろもう道を切り開いていってる皆様、パワーのある皆様、大抵そうですね。あんまり人のこと気にしてないですね。まあ、あんまりっていうか、ほとんど本当に気にしてないかな。で、とにかく戦う相手は自分ですね。だからね、なおさらね、もどかしいですよ。いつもね、分かっちゃうんですよね、この自分の弱さが。弱さがね、そう。まあでもね、絶対的なね、自分の目指す理想っていうのはあるからね、そこにね、必ず行くって、そこにはね、根拠のない自信はあるんですけどね。まあでもですよ、でも家庭としてね、いろいろね、悩むわけですよ。たまには筋肉もこじれるわけですよ。すげえとこ立ってんな。今日は月が綺麗だね。本当に、戦う相手は自分なんだけどね。まあ戦うっていうのはどうなんだろうね。別に戦ってる、そういう攻撃的な感じじゃないかもしれないですけどね。まあ、とにかく乗り越えるべき相手は自分ですね。まあ、乗り越えなくたって別に全然いいんですよね。ひっそりね、暮らしてたってね、それはそれで最高でかもしれないですよ。まあ、私はそれができないからね、それが自分の幸せだったらそれがいいですよね。いい月だね。ちょっと